はあ、今わらわが助けに行くぞ。今わらわが助けに行くぞ。次回殿様最終回、殿様の正体は父ちゃんだった。お楽しみに。最終回。はいはい、出ます出ます。どうしたいな。おい、どうする。どうもどうする。あの、何が。殿様が最終回だとよ、どうすんだよ。え、見て見て、ちっちゃい子が一人一回10円だって。かわいい。何してくれるの。うむ、よく来たな。殿様のモノマネをするぞよ。モノマネ。絶対コタロキがへこむと思うわけよ。わかんだろ、ガリノ。ああ、まあ最終回か。まあ全然面白くなかったし仕方ないよな。殿様はわらわにとって特別なのである。苦しゅうない、わらわの地高によるがよい。以上だ。え、それだけ。それが殿様んか。これで10円。10円だよね。受け取るがよい。そっち。お主にはやらぬ。軽くショックなんだけど。ほら、小太郎君のあの喋り方は絶対殿様んから来てるって思うんだよ。そのくらいあのアニメが好きなんだ。そうですね、この前一緒に見たとき、殿様が喋るたんびに真似してた。小太郎君とテレビってて、めえ何勝手に独り占めしてんだ。こら、羨ましいじゃねえか。じゃ今度。うむ、呪縁をやろう。お主に用はない。はっはっは。よし、呪縁受け取るがよい。10円では足りぬな。